はいどうも、忍者になったん。月明子のライブのため沖縄から京都に向かいます。服は忍者ですが、カバンは月明子。関西空港から電車で大阪へ。大阪のアルバイト時代を思い出してたら財布落としました。拾ってくれた方ありがとうございます。阪急梅田から京都へ。座席が自動で変わるシステム。電車で約30分、地元の駅に到着しました。ツルハドラッグできてたと思ったら閉店するらしい。バスちっちゃない？バスを乗った後、乗り間違えたことに気づきましたが、なんとか中学の友達と合流。ヨーロッパ忍者修行中も応援してくれて、居酒屋もごちそうになりました。ほんまにありがとう。これからもよろしく。もう一人合流し、地元の川で乾杯。甥っ子が忍者が寂しくないように布団に人形を置いてくれてた。翌日歩いてバス停へ。お姉ちゃんが余った市バスのカードをくれた。高校の友達の家で高校の友達たちと合流。結婚して子供がいる忙しいママたちと爆しゃべり、爆食べ。何喋ったか覚えてないけど爆笑したのは覚えてる。なぜか揺れるグラス。あまりにもキッチンが忍者色だったので撮影会。高校の頃も今もやってることはほとんど変わりません。どの忍者が好きですか？お鍋で顔を隠す忍者、鍋から出てくる忍者。鍋で顔を隠す忍者、鍋から出てくる忍者。鍋からちょっとだけ出てくる忍者。鍋が赤いだけでこれだけはしゃげるのは忍者だけだと思います。手鍋をバッグのように持ちます。肩揚げを添えます。赤いキッチンで赤いものを持って撮影する忍者。お付き合いいただきありがとうございました。友達が忍者の好きな食料を支給してくれました。ありがとう。お姉ちゃんの家で晩ご飯をごちそうになり、デザートはお母さんからもらったチョコケーキ。朝ごはんは大好きなコーンフレークとケーキ。お昼ごはんは角煮まんじゅうと納豆卵かけご飯。夜は友達のバーで忍者占いをするため京都河原町へ。数年ぶりに来たら百貨店がエディオンになってた。木屋町通りを歩き、忍者が愛用している旅屋さん曹操へ。友達のプレゼントが見つかり大満足。雨の中鴨川を歩き、ちょっと迷いながら友達のやっている音楽バーカポタストへ到着しました。祇園の地下にあるおしゃれバー。オーナーは中学の同級生でシンガーソングライターの元井美穂ちゃんです。忍者ステッカー貼ってくれてありがとう。カウンターのミニチュアバーかわいい。それでは生演奏をどうぞ。そしてオーナーより忍者レンタル。雨の中客引き1時間、初回飲み放題1時間3000円。京都に来たらぜひ遊びに行ってあげてください。そして忍者占いさせていただきありがとうございました。ゲッターズ飯田さんにアドバイスいただき、今年から始めた忍者占い。当たったらチップくださいというシステムです。格好はふざけてますが、内容は真剣です。みんなの幸せを心から願っています。忍者ステッカー貼っていただき、ありがとうございます。ジュースとドリアごちそういただき、ありがとうございました。元井美穂の応援よろしくお願いします。笑う君は俺の心奥底まで響いた。回り水に一人傷つき、そこで己脆さに気づき、人目はばからずに涙流して、嫌なことから無理やり羽ばたいて答えて。